ジャマール・マグロアこと、ジャマール・デイン・マグロアは、カナダ・オンタリオ州トロント出身の元 NBA、プロバスケットボール選手。ポジションはセンター。211センチメートル、120キログラム。ジャマール・マグロールと表記されることも多い。トロント・ラプターズの相談役。ミルウォーキーバックス在籍時のマグロア大学は、ケンタッキー大学でプレー。2年生の時には、 NCWA トーナメント制覇を経験。大学通算ブロック数268本は、同行の最多記録である。2000年の NBA ドラフトにエントリーし、1巡目19位指名で、シャーロット・ホーネッツに入団。2シーズンは控え選手として過ごしたが、ホーネッツが本拠地をシャーロットからニューオーリンズに移してからは、先発に定着。 2003から2004シーズンには13.6得点10.3リバウンドのダブルダブルのアベレージを残し、オールスターにも選ばれた。しかし翌シーズンは指の骨折でシーズンの大半を欠場し、チーム成績は低迷を極め、マグロアはトレードを要求した。そして2005から2006シーズン直前になって、ミルウォーキーバックスにトレードされた。バックスでは1シーズンだけプレイし、 オフには、ポートランドトレールブレイザーズに、トレードされた。トレールブレイザーズでは、出場時間が減り、先発の座も失った。2007年の夏にフリーエージェントとなったマグロアは、ニュージャージーネッツと契約したが、新天地でも目立った活躍はできず、07から08、シーズン中に解雇される。その後、ダラスマーベリックスと契約した。マーベリックスでは7試合のみの出場で終わり、 2008年、オフマイアミヒートと契約。2011年12月、故郷トロントのトロントラプターズに移籍。2012年11月、ラプターズはマグロアをチームのコンサルタントとして契約し、現役を引退。2013年から2016年までアシスタントコーチを務めて、現在は再びコンサルタントを務めている。ありがとうございます。